未前後カヤンザ・ピーター・ピンダは、タンザニアの官僚、政治家、首相、タンザニア革命党所属、ルクワ州ム・パンナ地区の貧しい農家に生まれる。1974年に、ダルエス・サラーム大学法学部を卒業後、官僚として、司法府で務め、1982年から1992年の間は、ジュリウス・ニエレレ初代大統領の施設秘書。 1996年から2000年の間はフレデリックス・マイエ首相の下で内閣初期を務めた。官僚畑を歩んできたピンダだが、1995年に一度 CCM の候補として国民議会選に立候補し落選している。だが内閣初期を辞任した2000年に再度 CCM 候補として出馬し、当選を果たした。これにより、 官僚から政治家へと転身し、当選直後に、ベンジャミン・ムカパ第三代大,大統領により、首相府の副地方行政担当省に任命された。2006年1月4日には、首相府の役職を残しつつ、ジャガヤキクーエテ第四代大,大統領の事例により、内閣の地方行政担当省に昇格し、閣僚入りを果たした。エドワード・ロワッサ首相が、 電力問題を受けて辞任したのを受け、ピンダは、菊クウエ大統領により、首相候補に指名され、国民議会で大多数の賛成票を得て承認された。2008年2月9日、ピンダは、正式に首相に就任した。2月12日に、菊クウエ大統領は、ピンダ首相を主犯とする、新内閣を発表したが、新内閣は、省庁統廃合の結果、閣僚26名。 服装21名と、ロアッサ前内閣に比べスリム化された。ありがとうございます。